昨日感染が確認されたのは日本松市で10人、いわき市で9人、伊達市で2人、さらに福島市や郡山市などで1人ずつの合わせて27人です。この中にはクラスターが発生した日本松北小学校に関連した感染者も含まれていて、日本松市は夕方にも会見を開き、詳細を説明するとしています。 県内ではきのう現在、予定も含め224人が入院していて、病床の使用率は47.8%となり、ステージ4の水準に近づいています。